先日の動画でも上がったんですけど、はい、学校を貸し切りにして、まあ、泊まりで余裕に乗りとね撮影をしてたんですけど、はい、まあお互いのね撮影が終わったと安心してみんな隣の教室でもう布団を敷いて寝る準備し始めたんですよ。はい、やろうと終わるわけねえだろ、ね、恥ずかしいよ。そうなんかなんだこれ一応かましたいと思います。そうですね、深夜の学校に機材置いてきちゃったドッキリ。メイフェイズを知ってる方ならご存知だと思うんですけど、カズシですね、あいつバカ心霊系お化け系超苦手で散々やられてると。で4人乗りにこっそり情報聞いたところ、ヨシオさんがカズシと同じくらい半端なく心霊系が苦手だというわけで、カズシとヨシオのね大切な YouTube に関するパソコンだったり機材だったりをこの学校の真っ暗なところにとか隠していこうかなと。で、まあ、隠してきた後にちょっと機材置いてきちゃったからちょっと来てもらっていいと。まあ、そういうタイプのドッキリですね。はい、まあ、もうカメラ回ったら行くしかないから。まあ、行くしかない。あの2人はかなり面白い絵になりそうです。いや、そうですね。やかましい2人なんで。やかましい2人。それでは早速、やっていきましょう、タイム。とりあえず、彼女のパソコンどこ行った？あ、これだ。あ、これだ。はい。じゃあ、和志くんの、はい、メインフェーズ一番新しいパソコン。はい、命ですね。はい、というわけで、あとは、まあ、4人のですね。吉野の、これ、キーケースですね。これ、吉野だよね。これ、吉野だと思う。車とかもあるから。あ、そうだよね。これないと帰れない。じゃあこれにしよう。よし、しばくろ。これないと確かに帰れないからガチで探さないとね。はい、確かに。というわけで、じゃあこれを今から隠していこう。やばい、やばい、やばい、やばい。それ俺らももう怖いのよ。そう。てかこれね、まだ電気ぼちぼちついてるからいいんですけど、これ全部消します。消しながら。やっぱ雰囲気あるね、学校は。やべえよ、こんなんなかなかできないからね、学校貸し切って気もダメし。あれ、ここって消えないのかな。やっべ、ちょっとないと、ちょっとしないと見えない。やばい、やばい、俺らが怖えよ、これ。あ、これはちょっと終わってるかも。これやばいな、一気に雰囲気出てきた。で、ここにじゃあ、MacBook、はい、じゃあ、カズシのはこちらの僕らが生活している教室から一番奥の部屋に彼氏の MacBook を。音楽室にやってきましたというわけで、分かりやすくピアノの上とかに。怖っ。じゃあ吉尾の大切な鍵こちらに置かせていただきます。すいません。失礼します。早速戻って、はい、ちょっとね知らせへ向かいましょうか。そうですね。裏は大学の裏部屋ですね。すいません、お休み中のところ。吉尾とカズシちょっと緊急事態があって、うん、俺ら機材整理してたよ、そっちの部屋で。いくら探してもカズシの MacBook と吉尾のキーケースないの。これやばい。本当にか。いや、ちょっと待って。ガチガチ。じゃあ、さっきトンネル MacBook を持ってて、今回別に大丈夫だと何を言ってんだよ。てか俺ら今日撮影で学校中さ機材持ち運びまくったやん。絶対どっかに置いてきた説ある。いや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 、持ってってた、持ってってた。落としてきちゃったの、お前。かわいそうやね。かわいそう。ちょっと行きましょうか。いや、やるか。いや、もう MacBook はやるしかない、ほんとに。北村さん後ろからカメラマンやってくれるんで、保護者がいる感覚でできるんで、まあ、まだマシかなと。いや、後ろ一切喋ったりはしてくれないんで。はい。いや、怖っ。じゃあ、鶏後ろにいいんでしょ。超怖いじゃん。頑張ってくださいというわけ。いや、待って。結構怖いよ、この懐中電灯の感じ。手疲れて言ってください。はい。カメラ。ちょっと結構もう無理だ。いや、ちょっと待って。階段、うわ、待って、階段見てください。うわ、キンモ。キンモ。いや、怖え。どうしますよ。とりあえずこの階探そう。あ、ほんとです。2階行きます。俺すっげー寒気すんだけど。え、気持ち寒いっす。寒い寒い寒い。うーわ、ちょっと待って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 。いや、怖い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 。お、ちょっと待って、無理、マジで無理、マジで無理。本当にさ、寒気するし。どっちかすいません、左から行きます。うえ、閉めるな。待って待って待って、無理無理無理、待って無理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 、待って待って無理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 、待って無理、マジ無理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 、一回待って、無理だ、無理っすね、マジで無理だ、マジで無理、マジで無理。マイナス5度ぐらいいくんですよ。そう、本当に寒気する。マジでそんな演技いいよ。
厳しすぎや。行くか。俺に関して友達ですよ。急遽呼ばれて、なんでどっちから行く、どっちから行く、どっちですか、やっぱ。うわー、怖え。あー、もう窓に映るのが怖いもんだって。外からなんかやられてる。こっち行きましょう。よし、行こう。行こう、行こう、行こう、行こう。オッケー、オッケー。あ、なんかここ、結構俺、大丈夫かも。なんか本があると安心する。キーしっかり探してね。あー、もう常に非常事態。なさそうっすね。うん、AI 一回しっかり照らして。いやー、俺これさ、人的に良くないと思う。人間的に。仕事してどうなんですか？マジでカメラ申し訳ない。なさそうか。これは。さすがに。これはなさそうか。あ、なんかこういう漫画の奥とかには隠されるはず。ないと思う。隠す。うーわ。後ろ見てください。待って、お前一番怖い。怖い、一番怖い。お前やめろ、それ。オッケー。視聴覚行こう。視聴覚行こう。そこ照らしていて。オッケー、オッケー、オッケー。あ、あ、なんか嬉しい、嬉しい。ほら、嬉しい、嬉しい、嬉しい。うわ、ありがとう、ありがとう。え、違うよ。ほら、光当てると思う。お前、待って、やめろよ、お前。やめろ、やめろ！うわ、うわ、本当に良くない、待って。あ、え、もうそういうことすんの？それはやめよ。ガチで。それはやめよ。こういう機材。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。キーもない？キーもないです。なんかキーむずすぎるって。むずいよね。おい、おどど。スマホ機は良くないっす、マジで。本当に。やばいんで、自分、うわ、うわ、どっちも、いや、もう正面に行こう。ピアノ音鳴ったら俺は死ぬってことでいい。マジでそうですね、うん、コースティック、コースティック、アコースティックか。ちょっと奥行くか、ちょっと奥行こう。よしお逃げるな、よしお、よしお逃げるな、よしお逃げるな、マジで、マジで無理だって。共有しよ、共有しよ、マジで勘弁して。俺がマックを探すギリがない。うん、マック勘弁して、これはマジで一緒にやろ、絶対、絶対やろ。俺死ぬよ、いいの、死ぬよ、しょうがない。無理無理無理。ここはじゃあもうないわ、準備室も多分ないと思う。あ、なるほど。うん、ねえ、その音嫌いだから、ちゃんとポケットなんかで入れて。そうですね。うん。逃げたら本当にあれだよ。俺許さないからね。マジで。よしよ。よしよ。待って、待って、よしよ、待って。ねえ、怖いでしょ、ここ。怖いからダメ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 。だって本当にだってもう。無理無理。無理。一緒にやろう。無理。なん。マジで無理。無理。よしよ。つい最近引き上げたんで言ってるんですよ。そんなの俺だって2回も言ってるもん。俺一人隠れもんもやったもん。これが YouTuber だの。これで逃げたらどうなる？ YouTuber じゃない。俺ら YouTuber。本当に。よし、この階段だ。マジで。ね、何度言ったら分かれ。何度言ったら分かれました。新しくなってきちゃった。よしよしよし。よしよしよし。いや、でも最先よかったです。いいぞいいぞ。一個見つけたの。難しいと思う。本当に温度下がるの？え、待って。え、ガチで下がる。めっちゃ下がる、ここ。行こう。はい。よし。いいよ、いいですか。うん。うわ、おい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 、マジで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 、ね、マジで。マジでやめろ。すいません、すいません。すいませんじゃないです。もうやってるんですよ。マジで。優勝できる限り俺から離れない。オッケーっす。まあ、MacBookだからマジで分かりやすいと思うんだけど。さすがに机の上とかそういう場所に置いてあるんですかね。かもしれないね。なるだけ俺から離れない。そうですね。なんかなかったらなかったでもううざいっすよね。ね。だってまだやんないといけないですよ。そうだよ。ここは開かないですもんね。俺さ、一番怖いこと言っていい？言わないでください。なんだ。多目的ホールのもっと向こう側にあってた。うわ、ちょっと。逃げんなよ。マジで無理じゃん。あの1、2、3年教室ですよね。そうだよ。家庭科室。まあ、ここさっき俺らがいたから全然いける。ここはないんじゃないかな。確かに確かに。いやいや。ないわ。ないですね。いや、俺これかけていい気がする。俺多目的室の向こうな気がする。多目的ホールの向こうな気がする。いや、もうマジで。だって多目的突っ切るのですら無理っすよね。
理科室をクリアしたらもうそっち行こう。すぐそうっすね、もうここまで来た。もう早く終わらしたい。よし、理科室は机が多いんで、もう上になかったら多分ないっすよ。よし、おい照らせよ、ちゃんと照らせよ。うわ、ここ一番怖いかもしんねえ。なんだろう、寒気する。俺ここやばい気がする。やめとかね。ちょっとやめとこう。ちょっと止めた。うわ、怖いから。え、時計がチチって。いや、うん、なんだ、ほんとに。怖いね、あの人の。こっちですね。あ、そうだ、OK。 そこで向こう側エリア、うん、よし。あ、ちょっとマジ無理だ、左。ちょっとマジ無理だ。うわ、広いの無理だ。マジ無理だ。全然無理だ。一回目ゆっくりやりにしよう。失礼します。職員さん、ワンチャンありそうじゃないですか。ありそうだな。ここはまあ割とさっき。うわ、ちょっと、うわ、よくない、マジで。よくない、これはよくない。これはよくない。全然よくないやん。これはよくない。これはよくないよ。ちょっと、これはよくないよ。待って、ガチで誰か来てるよ。ガチで誰か来てるよ。上だ。あいつら寝ろよ。え、ガチでよくな。寝ろよ。クリアリングオッケー。ないっすね。ない、大丈夫。はい、一通りパッと見はないっす。なんだ。よくないって。よくない。ガチでよくないじゃん、こいつ。あ、もういいよ、照らさないでいこう。うっす。俺保健室一番怖い。おい、ちょっと反対より、反対より、反対より。じゃんかよ。ガチで無理やん。保健室、まあここはね。待って。ガチ寒気。まあいいよ、こっからでしょ。え、そうっすね、もう。クリアリングして。オッケー。ないな。怪しいかな。ないよね、あれ。無理っすよ。絶対奥だ。100% 奥だ。いや、ここ奥はもう。無理でしょ。早く見つけたらそこ走るぜ。嫌な感じだな。左は見たくないですよ。俺も見てない。よしよし。ギタバコは絶対ね。ギタバコ見るとあのセンスないね。もう絶対、なんかもう最初から決めてたみたいな感じやん。ちょっと待って、本当にここ。ここ奥だけはマジで無理よ。確定演出だと思うんだよな。確定演出だよ。絶対確定やん、ここ。あ、先生、ちょっと、はい、自分足進まないです、これも。あ、でもあの非常口あるから大丈夫。いや、あれが助けられたっすか。うん、ここなかったらここ喪失行くしかないわ。どうします、奥から行きます。奥から行くか。隠すなら奥だから。よくないって、本当に。いじめるのよくないよ。じゃあここっすね、マジで。行こう。3年生の教室。え、待って、マジでないじゃん。奥じゃなかったらどうするの。マジで。え、探すと増えた。このロッカーの中、かくれんぼ。あった。よし、行くぞ。戻るけど、この後は怖いから。もう緊急に消えてる、かわいそう。どうしよう。俺の MacBook。 え、ほんとに。慎重にクリアリングしよう。ほんと裏切りプラス、あれやめましょう。何裏切りと、協力して帰りましょう、ほんとに。絶対。よし。北村が一番怖い。ほんとにそう。うわぁぁ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 ぁうお、びっくりした。もうさ、上にいたのにさ、この端っこに。何があった。こけた、走ってこけた。もう北村がピアノ鳴らすから。あ、
かもカメラ守るためこうやってるわけマジで頑張ったよかった見つかって、うん、ありがとうありがとう不自然にも程がある何が置いてあるのどうなったいやもう一番奥だよ俺のはねこれ一番奥だし一番怖い音楽室だからね後ろ確かに触ってたわあの辺の部屋確かに触ってみたいなあそこで遊んでたもんね遊んでたなさっきキッキースピョンって置いてたよ置いてたね吹っ飛ばせますねマジでいやー怖かったナイスナイスクリアナイスファイトいやちなみにですけど自分さっき北村君にご褒美ちゃんとあるよって言われたんですよガチ今ガチ俺それを信じて動画で言わなかったんですけどやってきたんですよだって吉岡が喜ぶご褒美この企画やらなくてもあげるつもりだったんですけどこちらあの遊戯王のパックガチで嬉しいなガチで嬉しいなこれは待ってこれ新しいやつだセレクトバックセレクトバックやったオープンいるオープンいるみたいなやったもう一回隠していいっすよいやいやいやというわけで、お付き合いいただきありがとうよしお。いやいやいや、まあ、よりのりの方でもね、コラボ上がってるんですでに、はい、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか出張コラボみたいの初めてだったんですけど楽しいっすね。あ、まあそうだね、一人だけって感じでね。本当に俺だけじゃないですか。うん、もう初めてだよね、初だね。はいね、また次回の動画でお会いしましょう。はい、ダメだよ、肝試しはマジで本当にダメだよ。